10分経過10分経過吉田吉田休止考え出した新技ジャベドフカワで、あの吉田麻里子から勝利を挙げたフカワ、必ず結果を残しますから、その約束をこの日ついに。
めでとうございます。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、嬉しくて、なんかちょっと待ってください。はい、大丈夫です。はい、振り返って、相手をよく見ていたっていうか、下さんの出方をなんかいつもはもうまっすぐに腕なのて、自分はまっすぐに狙ってそのまま行ってたんですけど、今日はなんていうか、下さんの出方を冷静に見れた部分があって、なんか試合しながらいつもにはなかったっていうか、今日は冷静に相手のことを見られたんで、はい、でもなんかあんまり、悔しい、なんかどっちかといえば嬉しい、でも嬉しい、悔しいんだけど嬉しいって言ったら変かな。まあでもそれは深川の努力の結果だと思うから、それはやっぱそうやって努力している姿を見てるから、それは素直に、やっぱやればできるって言ったらおかしいけど、そういうことなんじゃないかなと。なんかいろいろその前に叩かれてたこととかいろいろあったんで、自分で叩かれる原因っていうのが本当分からなかったぐらい、自分ではやってるのにって、こんなにやってんのにじゃああと何すればいいのよみたいなのがあったんですよね。だから、だからその一生でやっぱ嬉しかったですね。